石井勘は日本の作曲家、東京市下役出身。同じく作曲家である石井真希と石井五郎は弟とおじにあたる。父は舞踊家の石井清志。成城学園小学部から成城高等学校尋常科に進むが、成城事件で父の友人の小原国義が排斥されたため、玉川学園中等部に転じる。同校在学中、ピアノを エンリコロッシに指示、また作曲を、五退二郎について、約3年間学んだ。武蔵野音楽大学本科ピアノ科を卒業後、池内と次郎に指示。太平洋戦争中は、海軍予備学生として、海軍入隊後、約2年間勤務。1947年から小高久忠に指揮法を、指示。1952年、西ドイツに留学し、 ミュンヘン国立音楽大学作曲家、指揮科を修了。その際、カール・オルフに支持して強い影響を受ける。1954年に帰国後、創設されたばかりの東邦学園大学で、作曲家主任教授補科を務め、その後、愛知県立芸術大学音楽学部教授、学部長など、各地の学校で養殖を務め、指揮者としても活躍した。 合唱会にも長く関わり、全日本合唱連盟東京支部理事長、及び同連盟理事長を歴任。同連盟主催のお母さんコーラスの生みの親でもある。1981年、中日文化賞受賞。1984年、四十法賞受賞。1989年、秋田県県民営予賞受賞。2009年11月24日、肺炎のため死去。 88歳没。内の人物は、突起がない限り、作詞者、ありがとうございます。